こんばんは。みりんが10時をお知らせします。今日はメイクをしてます。今日もカープはカッチカチ。おお、全然試合見れなかったんだけど、そっか、嬉しいな。髪かわいい。そう、今日はゆるまきちゃんです。ゆるまきちゃん、私がすごいお世話になってるメイクさんに髪の毛をやってもらいました。で、服いいね。これはグレールかな。うん、だいたいグレールかも。昨日のもグレールかな。昨日のは違うかな。だいたいワンピースはグレールかティティアンドコー最近かうかな。うん、最近買うけど、でもティティアンドコーを買ったら絶対誰かしらと被る。チョウちゃんとかアカリンとか誰かしらメンバーさんとメンバーと被るかな。あとはこの前私がそのハワイに来てくとか言って買ってたやつがの色違いをナータンが着てて、あ、ナータンが着てる、かわいいってなった。全然違った、私のなんか着た感じと。そう、イコラブさんのかな。この間大変ありがとうございます。こちらこそ。そして今日マスクがないから、そう、前髪切った。さすが、さすが女子かな。さすが男女差別良くないけど、さすが女子。今日前髪を切ってもらいました。最近ね、前髪長い長いって言ってたけど、そうなの。なので切ってもらいました。男子はなかなか気づけない。まあでも別にね、男性でも気づく人たくさんいますけど、まあなんか確かなんか言われてみたら女子の方そういうの気づくの多い。男女差別良くないけど、うん、やばいんだよね。あと 5% しかなくって、充電してるんだけど、なんか充電してるんだけど充電が増えないんだよね、この充電器。うん、だからちょっと途中で切れちゃうかもしれないんですけど、ごめんなさい。急速充電じゃないやつなんだよね。これなんかこれ自体はいいんだけど、このあ、これスマホじゃなくて今ね iPad でやってるんですけど、うん、だからわかる。あと 5% って、今 6分、6月26日6分です。タブレットなんか充電器をなくしちゃって、タブレットので線だけ買ったんだけど、なんかタブレットも充電できる、 iPhone もできる、 Android もできるみたいな、3つついてるやつを買ったから、なんか多分ちょっとね、なんかあんまりスピードは速くない感じのやつ。
です。今日はそう充電をしていかなかったので帰ってきた時点で 3% でやばいやばいって頑張ったら 5% まで増えました。まずいね、まずいね。でも1日待つもいいし、確かになんか iPad は七並べとショールームとあとまあまた後で言うんですけどもう一個のことしか使わないんですけど、だから基本あんまり、まあ、家でしか使わないんだけど減らない、充電が充電が減らないから充電する習慣がまだついてなくて、でもいつも使ってる充電器ならすぐ増えるからそれでやってたんだけどちょっとねなくしちゃったからね。これじゃないよ、違うんだよな。これは iPhone はいっぱいあるんだけどなんかねどっかに忘れてきちゃったのかなって感じなんですけどね、あ、ユーナーマギア見たよ。私も見ました。ちょっとチラッとしか見れなかったけど見ました。そうなんです、私あの日1時間後かな気がついたのが、ちょうど仕事中とかで、携帯見たらそのナさんから連絡が来てて、ってなってごめんなさい今見ましたって連絡した。すぐ見てたら言ってた、もちろんです、もちろん。なんかもっと携帯見とけばよかったなってすごい後悔してます。なあちゃんの口からユミリンって出ただけで湧いた、わっき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 。あ、フラッシュ買いました、ありがとうございます。私はまだ届かないです、広島もう少しお待ちを、もう少しお待ちを。そうだね、運だね。そう、私もだって1時間後に連絡来てたら多分1時間後だったら携帯見てたからそうすぐ行けたんだけど、なかなかね見なかったので。チークチーク、これはリップなんだけど、最近リップにもなるしチークにもなるやつ多いよね。こうやって私の RMK のその JJ さんかなでやってたやつもチークにもなるしリップにもなるしマルチクレヨンみたいな感じのやつだったの覚えてるかな。あ、息子がユミリンと七並べで当たって喜んでいました。小6、嬉しい。小6で七並べしてくれてるの英才教育ですね。これは不老不死でも不老不死これなくなっちゃうんだよね、もう生産してないのかな。だからめっちゃ何割引きとかで売ってるとこがあってそこでまとめて買った。この前3つ、めちゃくちゃ愛用してるからもう再生産されないから3つ買いました。いい色だよね。親子でユミリンファン素敵、そうだよねだよね。あ、不老不死私も使ってます。でも不老不死なくなっちゃうんだよね。ディオールとかやないんや、そんなデパコス
使え、まだまだ。これはちなみにキャンメイクキャンメイク東京です。割とプチプラな、何500円ぐらいかな、500円しないかなぐらいかな。これルージュですね。ディオール、すごい。ディオールは女子にあげたらきっとモテますよ皆さん。お誕生日プレゼントとかディオールのコスメセットみたいなのとかあるから、職場の女性の方とかリップセットとかね、ディオールの。まあでもリップはちょっと難しいよね。その方がこう赤系が好きなのかピンク系が好きなのかオレンジ系が好きなのかですよね。私もあんまりオレンジのリップは使わない。割とどちらかといったら赤なのかな。でもこれはピンクかな、これはピンク。でも赤めなピンク、でも真っピンクも使わないし、こういう色をよく使うから、確かにあんまりオレンジとかもらっても、逆に自分で買わないからもらったら嬉しいかも、オレンジのリップとか。だから結局何でもいいのか結局多分喜ばれますよ、うん、ぜひプレゼントする機会がある方、参考になるのか分かんないけど、お誕生日だったよねって開けるとまた新たな一歩が踏み出せるのかな。あ、4% になっちゃった。ブラウンが流行りだし、そうなんだ。4%になっちゃった。スタンドをね、どこにあった。じゃあスマホに変える準備をしようかな。なんだよね、なんかよいしょ、めっちゃ減っちゃいそう。これでいいかな。三脚の出番かな。あ、ここどうなってんだ、これが短いのか。止まってんの。そう、今日はちょっとそんなに長い間配信ができないので。メール届いた？まだ届いてないよね。私届いたっけな。届いてない。あともう一つ来ます。皆さんお楽しみに。内容を言ってしまうと10時からショールームしますっていうメールなので、ちょっと今さら届いても感あるんですけど、ちょっとごめんなさい。そう、おうちキャンプ、ハンモックです。ちょっとうちそんなに広くないんで、めっちゃ占領してきちゃうんだよね。いけるかな。いいねみたいな感じなのかな。コメントもできるんだよね。でもそのコメントはあの MV とかでいっぱい見てるから、コメントの見方はわかる。コメントの仕方はわかんないな。したことないかな。できるの？コメントもじゃあぜひ皆さんよろしくお願いします。応援してるよみたいな感じでいっぱいコメントを。コメントをお願いします。へえ、ちょっと明日空き時間にコメント見てみよう。皆さんのがなんて書いてくれてるかな、見てみます、コメントを。ログインしてる人がコメントできる。
YouTube のコメント欄って結構癖ある。あ、そうなんだ。まあいろんな人が見てるしね。私はコメント欄は MV のコメント欄をこの自粛中に全部見たかもしれない。1000とかコメントしてくださってるやつをめっちゃ見て、英語とかでしてくれてる人とかのハングルとかのめっちゃ翻訳して見てた。ユミじゃ綺麗みたいな感じ。カムサムニダ。うん、そうそう、あ、見たくないコメントもある。それはまあどこもそうだよね。ショールームもそうだし、ツイッターもそうだし、インスタグラムもそうだし、まあどこの世界にもそういう人は、そういう残念なカマチョがいるですね。メンタル強いから大丈夫。メンタル強いって何をもってメンタルが強いって言うんだろうってめちゃくちゃ思う。この前もなんか知り合いの方にメンタル強いから大丈夫でしょみたいな感じで言われたけど、多分ファンの方は結構豆腐メンタルなのを知ってるからなんかそう、まあ確かになんか泣きたくなったらショールームでは泣かないけど、家で一人でとかあんまり人にはなんか弱いところは見せたくない人だから、そう思われるのかな。うん、まあでもそういう拠り所が、私はこうモバイルメールっていうちゃんと場所が、居場所があるので、そこはねもう全部吐き出してるから大丈夫、もう無理みたいな感じだった。褒めてくださいみたいなの言ってる。へえ、でもこれからその勉強もしつつ YouTube もなんか学んでこう。 YouTube 流行りっていうかYouTube、 うん、そう、それでそのこの iPad で七並べショールームただ呼びを見てますただ呼びをこれで見てる、大きい画面でただ呼びを。そうなんです。だからこれを買ったのもあのそれがあるからもあるかな。 iPad 今までその動画とか見なかったけど、やっぱりただ呼びってただの、あ、そう、いいとこ YouTube で見れちゃうのでただです。ただで皆さんプロの超一流の講師の先生の授業が見れます。すごくわかりやすいです。うん、すごいよね。うん、あ、いつも電車に乗りながらただ呼び見て勉強してました。おお、すごい、ただ呼び、うん、いい時代になって、本当にそうだよね。ユミリンメール来ない、え、本当にそれな、来ないね。え、送ったよ私、なんで来ないんだろうな、どっか飛んじゃったのかな。55分ぐらいに送ってるまあでもちょっと時間かかるのかな。でもこの時間に来ないってことはもう来ないのかな。
どうなんだろう。たまに迷子にね、なるよな。でも皆さんもこう吉野先生とか森田先生とか宋先生とかこう教えてもらったこととかある方多いんじゃないかな。教えてもらったり本買ってたりとか、なんだろう、何かしら間接的に関わってた人とかきっと多いんじゃないかな。あ、参考書持ってた。ライブで受けたことある。そうなんだ。一緒だね。あ、授業受けてた。学校で見た。そうなんだ。好きなことを YouTube に載せた。あ、でも私の YouTube じゃないので、あれはただ呼びの YouTube に私もって感じなので、あの勉強しか載りません。自分の好きなことをしたかった YouTube 自分で始めないといけない。でもなんか吉野先生の授業とかは結構雑談とかも、雑学なんか授業と全然関係ないこととか話しててめちゃくちゃ面白い。そっちの方がなんかそっちの方が覚えてたりするから皆さんもなんかこうなんか勉強しない方でも見たら結構面白いと思いますよ。あとはあの動画の私が本当にブッサイクで本当にブッサイクなんですけど、それは申し訳ないです。それは私がブスなので申し訳ない。なんだろうね、なんかすごいすごいね、なんかうまくいかないっていうか、なんかこの巻き巻きしたらめっちゃギルディの人みたいだなって自分で思った。この髪の毛だけ見た。昨日ギルディ結局最後まで見ちゃってってなってた。強くなって思ったことない。優しい。そんな感じで支えてください、私の活動を。よろしくお願いします。そう、なんかあもう寝ようって思ったら始まっちゃって、あ始まっちゃったと思ったらいつの間にか終わってた。やばい。でもなんかすごい今回はドロドロっていうより、あ、まあドロドロなんか、いやそれがあったら仕方がないかもしれないけど、なんかなんだろう、同情、まあ同情しちゃわ、なんかまあそういう過去もあるよねって感じだった。何かあるときはなんか過去になんかあって、まあね、まあでもこれから一生懸命頑張っていくのでよろしくお願いします。これからまたね、皆さんになんか、そう、私が前メールで言ってたのは
このことでした。なんか別に前日に明日発表がありますって言ってもよかったんだけど、なんか変な憶測されそうでやめました。明日何かありますっていうのはなんか絶対卒業とかなんかすごいいろんな憶測されそうで嫌だったので、いきなりの発表でした。確かに卒業じゃなくて入学、そうですね。おすすめの参考書教えて、あ、それもまたなんかいろいろ動画で上がるのかな。まあただ呼びを皆さんチャンネル登録して通知をお待ちください。チャンネル登録ここには出ないけどここにも出ないけど、ショールームのフォローのとかしかないけど、でもこのショールーム見てる中できっと多分3人ぐらいはいるんだろうな、9000人中3人ぐらいはいるんだろうな、受験生。一緒に頑張りましょうね。今日漏れてる、もうメイクしてるからね、髪の毛巻いてるし。お、はい、頑張ろうね一緒に。まあでもいくつになってもね、人生勉強することばかりなので、いろいろ勉強する人生を送りたいと。なんて検索すればいいのか教えて。あ、ただ呼び、ひらがなで全部ただ呼びって調べたら出てきます。めっちゃなんかうまくできないな、なんかすっごい、この本当にアイドルみたいな顔の子がいます。お肉たっぷり、美味しそうなお肉。そうだから皆さんぜひコメントに、この子かわいいみたいな感じで書いてくれたら嬉しい。それだけで私は幸せです。そう、あ、足しびれてきちゃった、足しびれてきちゃったな。ぜひ書いといて、かわいいねってコメント欄をぜひね、頑張ってとか、かわいいねで埋めてください。いっぱい褒めてください。それが一番嬉しいです。私は、あ、今日もなんかなんちゃらしてよかったとかなるし、そう、なんかね、あ、こんなにブサイクだけど動画見てもらってよかったってなるし、なんかじゃあもっと頑張ろうってなります。私も、褒められのびこさん、そうだね。でもまあ人間みんなそうじゃないですか。なんか不特定多数の人にいっぱい怒られるよりも不特定多数の人にいっぱい褒められた方が伸びると思います。怒られるのは全然、私が怒られるのは講師の先生にいっぱい怒られるので皆さんは褒めてください。私、あとはダンスの先生とか、あのスタッフさんとか
いっぱい私のことを怒ってくれる人はたくさんいるので、うん、皆さんはどうか、そう、褒める側の人間に回ってくれたら、すごいタワーかな、力也さん、ありがとうございます。父の日タワー、わっしょいわっしょい、ありがとうございます。タワー、へえ、ありがとうございます。わっしょいわっしょい、まあでも私もまだまだ怒られる立場の人ですね。なんかこう人間ね、どんどん怒られなくなるって言いますけど、私はまだまだ全然周りの人怒ってくれる人いっぱいいるし、うん、注意してくれる人もいっぱいいるし、メンバーもそうかな、違うことあったら違うよっていっぱい言ってくれるし、うん、だから全然皆さんが自分が怒らなきゃとか思う必要はないですよ。だからそう、そういう使命感に駆られなくて、どうかこんなに褒めて大丈夫かなぐらい褒めてくれたら、私はそのまま、もうダメだって時にそういうコメント見たりとかすると、あ、もっと頑張ろうってなるし、うん、みーちゃんが特にしっかり言ってくれそう、言ってくれるな、言ってくれるね、褒めてもくれるし、これ違うよっても言ってくれるし、ちゃんと、うん、なんて検索すれば出てくるんだ、ただ呼び、ちょっと私も検索してみよう、検索してみよう、ただ呼びって調べたら YouTube、 私そう、いや YouTube のアプリをこの前撮ったんですよ。いつもは YouTube って調べて入ってたんだけど皆さんはさ、このさ、プレミアムみたいなのに入ってるの、この1週間無料でお試しできる YouTube の広告なしで動画の一時保存、バックアップを再生、 YouTube ミュージックを広告なしでみたいな、ファミリープランとかある、すべてのプレミアム入ってんの、この YouTube プレミアムってのは。あ、入ってないんだ、へえ。みんな入んないんだね。ギルディの CM 出てきた、なんで知ってるの、私がギルディ見てるの怖いよね、本当に。私ギルディって調べたことないよね、私ギルディって調べたことないよ、携帯で、怖っえ、怖い。だ、ゆきりんさんの踊ってみたとかが出てくる。これはいわゆるホームボタン、あ、ホームって書いてる。ホームボタン、ホーム画面なのか。あと、シティ48。ご飯いただきます。ターゲット広告、へえ、検索、ただ呼びって調べてみよう、ただ呼び、あ、出てきた、あ、いる、私いる、皆さんどうか、見たくないかもしれないけど再指定してきて、あ、すごい、チャンネル登録者数 12.8 万人だって、すごい、受験生の方がみんな見てるのかな、すごい面白いよ、このなぜ日本人は英語を喋れないとか、すごい、44万回視聴だって、多分ね、受験生の方はなんだこのブスは、うん、だろうな、あ、すごい、 1.5 万回視聴だって、え、嬉しいな、これコメントどこで見、あ、コメントは移動しましたって出るの、いつもなんで移動されてるの、コメントへ移動、へえ、コメントが267件も来てるの、ありがとう、なんでコメント移動 してるの、いつも
すごい、コメントにもいいねとかできるの？ iPhone の人はなるのかな。へえ、あ、不敵なコメントを編集してくれてるんだ。うーん、そうなんだ。へえ、すごい、なんかコメント嬉しいな、いっぱい。たとえ病を見ている受験生と同じゴールを目指す企画はいいと思います、応援してます。あ、 STU はほんまに初めて聞いた、嬉しい、知ってくれてるんだ。うわー、ブサイクダメだ、自分であんまり言っちゃうとね。そう、かわいい、かわいい、かわいい、なんなんだろうな、なんでこんなに。え、すごい、乃木坂にいそうな子。乃木坂の方はもっとかわいい。言霊ってある、そう、言霊ってあるから、皆さんがいっぱい言ってください。へぇー、 STU ってどこ？瀬戸内じゃね？ロサンゼルスじゃけ、ロサンゼルス、あと何にもかぶんない。 STU というのは何の大学の略ですか？瀬戸内です。頑張れ、応援してるよって、嬉しい。うーん、頭良さそうな顔してるけどもだって、嬉しい、嬉しいなあ。かわいい、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 嬉しい、かわいい。コメント4連ちゃん、4時間前、6時間前、8時間前、嬉しいなあ。まあこれはじゃあちょショールームじゃなくて普通に読みます、明日。ごめんなさい、これで配信終わっちゃいそう。あ、ゆみりん一緒に頑張ろうね、バイ、高2の STU オタ、嬉しい。あ、これ何、アイコン自分で、アイコン自分で変えれるっていうか設定できるの、ツイッターみたいな感じで、みんななんかすごい名前のアイコンの人とか多いんだね。それはね、自分で設定してないだけ。うん、え、じゃあさ、本名じゃなくていいの、ピーヒャラみたいな感じで、ピーヒャラなんか滝のじゃなくてもできるの、ピーヒャラみたいな、ピーヒャラへえ、そうなんだ。高評価とかあるんだ、へえ。あ、グッドボタン、そう、これ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 よ、これよ。ぜひまだ見てない方は後ほど見てくれると嬉しいです。何分あるの？10分ぐらいあるんですけど、10分の動画なんですけど、まあ10分、ショールーム見るって考えたら結構短いと思うので、うん、時間ある時とかにね見てくれると嬉しいです。見ていいコメントをしてグッドボタンして、チャンネル登録、チャンネル登録よろしくね。あ、配信終わったら見てくるね、ありがとうございます。2倍速で見るで、そんなことできるの、すごい、時短じゃん、時短、全然2倍速で見ていいよ。うん、そうなんだ、チャンネル登録しました、ありがとうございます。なんかそう、そう、私が YouTube やってるわけじゃないけどね、今回関わらせていただくので
みんなも頭良くなりそうだな。握手会でじゃあこれからいっぱい聞かれるかな。なんか四段活用言ってみたいな、左辺はみたいな言われそう。なんちゃらなんかハローみたいな英語でめっちゃ、でも逆に英語得意な人とかは英語で握手会来て私のね英語力とか試してもいいんじゃないでしょうかね。URL をツイッターに出して、あ、私のさっきのツイッターのツイートにたどよびさんをあのやってるので、ペッてペッて、なのでそっからね見てくれるとね嬉しいよ。うーん、嬉しい、ハングルで応援してるよってありがとう。ツイッターだったらねすぐペッて翻訳できちゃうから、うん、じゃあそろそろ終わりたいと思います。服のせいかもしれんが痩せたんじゃない。おお、何、いや縦長を切るといやなんかスリム効果があるのかな、嬉しい。まあでもあの動画の頃よりかはちょっといろいろ抑えてるから、うん、きっとちょっとお肉落ちてると思います。本当に次の動画でちょっとでも可愛くなってますように。個人的にあの動画くらいがベスト。優しいね、ありがとう、優しい、本当に優しいからついついねいつも長時間ショールームをしたくなっちゃう。こんなに褒めてもらえる環境はなかなかないので、ありがとうございます。13位一文字さんありがとうございます。12位スランプくんさんカムバック、よいしょよいしょ、カムバック大学生に頑張りゆみりん、俺も戻りたい、一緒に受けますか。全然大学って何歳でも受けれるからね、ありがとうございます。11位スギアンさんありがとうございます。10位フルフルさんありがとうございます。9位ナオさん、ワイも自分の勉強頑張る、大変なのは間違いないけど頑張ろうね、応援よろしくお願いします。8位遠藤さん、ゆみりん大好きありがとうございます。7位10さんありがとうございます。6位ハルミンさん、滝波こかみよしありがとうございます。5位ゴーセブンさん、両立大変だけど応援するよ、頑張りゆみりん頑張りゆみりんありがとうございます。4位ゆうくんさん、ゆみりんの大学受験を全力応援よろしくお願いします。3位片銀さん、やるからにはやりきるんだよ、もちろんです、それはやりきります、ちゃんと最後までありがとうございます。2位コーラさん、頑張って幸せ掴んでください、頑張ります、応援よろしくお願いします、活動の方一緒に頑張りましょう。そして第1位がリキアさん、ありがとうございます。タワモンありがとうございます。リキアさんよしよしよ、はい、てな感じで、てな感じでした。ブログは更新されたのかな、メールは届かなかったにしろ、届かなかったのかな、ごめんなさい、ちょっとブログ、ブログも更新されてないまだ、マネージャーさんがまだ見てない、
ブログ送ってるけどスタッフさんもちょっと忙しいのかな、何かしてるのかな。でも題名が6月26日って書いてるから、もし明日投稿されたらなんかあれってなるかもしれないけど、まあ、書いたのは今日なので、今日送ったのは送ったので、そうなので、まああ、なんか何時間前に書いたんだなって思ってください。ぜひよろしくお願いします。はい、それでは、あっ、やっちゃったー、あやっちゃった。お風呂出しっぱなしだった。あー、もうお湯がなくなって水が出てた。すごい、私の顔すごかったと思う今の。そう、10分経ったら、うわもう忘れてた。しかもこんなに30分ぐらいで終わる予定だったんですよ、ショールームを。今夜はシャワー、いやシャワーももうお湯が出ないから、うわーどうしよう、お湯が出ないからどうしたらいいんだろう。誰かお風呂入れて入れて。やばい。まあなんかなんとかなります。うん、まあでもこの時期だから水風呂でもなんとかなるのかな。大阪おいで、ちょっと今からじゃあ大阪まで行ってきます。大阪ですが、何、大阪の人お風呂貸してくれるの、面白い、ありがとうございます。なんかね、この前私ね、これ何回かやってるんだよね。だからなんか解決策を知ってるので、なんかね、あそこのなんかね、いじくったらね、何時間かしたらお湯がたまるので、なんとかしてみます。それではちょっと私はもうね、寝れないわ。お風呂に入れないからどうしよう、どうしようかな、どうしような。まあなんとかなりますから大丈夫です。はい、ご心配なく。はい、それではじゃあ皆さんはこの後ね、 YouTube の方を、私はねその YouTube が詳しくないので、 YouTube の方は皆さんにちょっとお任せしたいなと思ってます。よろしくお願いします。それでは最後までありがとうございます。あ、シチューデンツ見れる方、今日シチューデンツ、シチューデンツの日です。ぜひぜひよろしくお願いします。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りよ、みりん。おやすみなさーい。おやすみなさい。